はい、英雄伝説千の奇跡4、書物3と9、第9巻第9回怒りと読みを、朗読していこうかと思います。9、悲痛の声を上げながら3は9のところに駆け寄る。額かな、口、手、足、体中に血痕が散乱し、幼い少女はあまりにも無残な姿になっている。いくらスリーが呼びかけても返事が返ってこない。守ると約束した。何があっても守ると自分に誓った。なのに彼女は今こんな姿に。自分のあまりの不甲斐なさにスリーは全身が焼かれているような感じに取られた。そこでエンペラーが口を開く。まだ息はあるか？あるなら君が止めるといい。そうすれば命を助けてやる。あの時のようにな。何かが自分の中で弾けた音をすりゃ聞こえた。兄弟仲良く同じ相手、同じパートナーに殺されるならそれも本望だろう。仮面を覆っているのにもかかわらず、その醜悪な顔がまるで目の前に浮かんでくるようだ。貴様、エンペラー。体の中でさまよう自分に対しての行き場のない怒りがまるで出口を見つけたかのように一気に爆発した。足が動く、腕が動く、喉が震え、骨がきしみ、血がたぎる。怒りがスリーの体を駆動しエンペラーへと襲いかかる。もともと速い彼の斬撃がもっと速く、もっと力強く、荒れ狂う暴風のように目の前の敵を飲み込もうとする。エンペラーは応戦する。またもゴロゴロと重力を変えていくが、その変化すること自体にスリーはだんだん慣れていく。半ば本能に身を任せているスリーは、それゆえに感覚がエイドンに作用し、凄まじい速さで順応していく。徐々にエンペラーがスリーの攻撃を処理しきれず、何回もその攻撃を受けたが、それでも彼からは余裕の気配が消えない。野獣のようになったか。道具に意志はいらないとはいえ、こうも理性のかけらすら感じられないとなると、もはや滑稽。事実エンペラーはほぼダメージを受けていない。派手に動き回るスリーは一見優勢のように見えなくもないが、実際はまだエンペラーの手のひらから出ていない。ふとスリーはナインの言葉を思い出す。思い出せたのは、彼はまだ冷静だからだ。3年前の時とは違い、今の彼は怒りに身を任せているが、同時にそれを冷静に、冷徹に見つめているもう一人の自分がいる。いつでもストッパーをかけられるが、かけない方が事態を良い方向に持っていける、運べるかもしれないと思い、あえて止めなかった。スリー自身は気づいていないが、今彼がやっている感情をコントロールし、さらにそれを力に変換するなんてことは、武術の達人でも想像できるものではない。攻撃を受けた瞬間にその対象の重力を吸収する鎧。ナインはそう思った。確かにいくら切っても手応えがない。切っても殴ってもダメなら中から爆発させるまで。他の人ならこの状況でお手上げかもしれないが、スリーにとってはむしろ相性がいいとも言える。スリーは両手それぞれの剣を合体させ、一本の体剣として構え直す。そして切る。彼の剣は2本の剣でそれぞれ同じ場所を切り、そして合体させた3本目の剣でもう一度切れば、その場所が中から爆発するという特性がある。エンペラーにはすでにかなりの斬撃を浴びせ、何箇所も双剣を交差させた。残るは一工程のみ。この体験で同じ場所を切りつければいい。先ほどの勢いを保ったまま、スリーがエンペラーに切りかかる。しかしなぜか当たらない。狙った位置が必ず1、2重ずれる。スリーのこの爆発攻撃を発動させるステップとして、
1撃目と2撃目の斬撃の線を交差させればいい。しかし3撃目はその線と線が交差した点を捉え、その上を斬撃で通過しなければならない。当然3撃目の難易度が跳ね上がる。それでも3はそれを命中させる自信がある。その技量もある。なのに当たらない。エンペラーはまるで悲劇を鑑賞しているような感じで3を見て笑っている。道具の性能も知らない使い手がどこにいる。君の攻撃方法もその武器の特性も手に取るようにわかる。その言葉を実践するかのように3の斬撃がまたずれる。そしてすかさず来るエンペラーからの反撃。杖が適切な角度で3へ打ち込まれる。理由はわかっている。攻撃が届く寸前で重力は変わる。まさに絶妙なタイミングでその一瞬で軌道修正なんてできない。杖による重力波の攻撃は接触しなければ機能しないが、当たっていればその衝撃は大きい。3はその攻撃を全部剣で防ぎ、あるいは反らしていたが、それすらもエンペラーの思うツボ。接触さえしていればクリティカルな一撃を与えなくても衝撃によるダメージは確実に蓄積される。いつまでも有効打を与えずにいる3対して確実にダメージを蓄積させるエンペラー。勝負の行方は明白で覆す手も見えない。何回も繰り返してきた攻防で3はすでにボロボロになり、今にも倒れそうだ。その時いつもの眠たげのあの声が響く。解析完了。よろよろと倒れ込んでいたナインが立ち上がる。なんだと？エンペラーから驚きの声が漏れる。ナイン大丈夫か？もしかして気絶ではなく気絶のふりをしていて敵を解説したのではないかとスリーも思っていた。だけど確信はなかった。ナインがわざとスリーに何も告げず何も合図せずにいた。でないとエンペラーに見破られるかもしれないからだ。大丈夫よ、ただのかすり傷。体の前に糸を張ったから大きいやつの勢いがかなり沿われた。とてもかすり傷程度の状態には見えないが、とりあえず致命傷は避けられたようだ。3は一旦エンペラーとの距離を取る。今度は慎重に3人の位置関係を意識しながら9に近づく。あいつの重力を操る能力、その弱点は瞬時には発動できないということ。どういうこと？アーツの世の駆動は必要ないけれど、あいつが重力操作してからは数秒のタイムラグを置いてその効果が発動する。落石の時に全て防げなかったのはこれが理由なの。でもさっきの攻防で全部絶妙なタイミングで重力が変わった。瞬時じゃないとどうやってできたんだ？全部読んでいたの、スーちゃんの動きを。全部読んで全部予測して全部前もって操作したの。そんなことがありえるか？アーティファクトを持っているからじゃない。あんな戦闘のセンスを持っているからあいつは化け物なの。そこでエンペラーが低い笑い声を上げる。知ったからといって結果は変わらない。君の戦い方はもはや手に取るようにわかる。スピード、パワー、剣の軌道、癖、長年身に染みついた戦い方は急には変えられない。スーちゃん。ああ、わかってる。終わらせよう。視線を交わし、うなずき合う。そして二人は改めてエンペラーと対峙する。最高速度で3は踏み出す。剣を掲げ、斜め上に切り上げでのダッシュ切り。当然のようにエンペラーはそれを察し、いなしかな、反撃を繰り出す。最初の数合はフェイント混じりの前準備。お互いにそれを知っており、本命の一撃に備える。ここだとエンペラーは見極め、重力の操作をする。そして予想通り3は半歩早く剣を突き出し、
2回目もマーキングしたところを狙う。重力が変わり剣の軌道がそれるが、まるでそれを予測したかのようにそれた軌道こそ正確な位置へ向かっていく。エンペラーは強引に身を退き、ツンデのところでそれを回避した。スリーの動作は前と何かが違う。そう思うのもつかの間、エンペラーに次の斬撃が襲いかかる。今度もタイミングと軌道を予測して重力操作する。しかし、バン。曇った爆発音が響き、エンペラーの鎧の一部と左腕がダメージを受けた。バカな。間髪入れずにもう一戦。バン。今度は右足が損傷する。一体なぜだ。動きに対して予測して重力操作をした。その重力操作をさらに予測して前もって軌道を修正した。自分の読みを完全に上回った。そんなことがスリーにできるはずがない。そこでようやくエンペラーが気づいた。スリーの体に何本もの透明な糸が巻きついていることを。糸がつながる先は言うまでもなく、ナイン。ナインは別に操り人形のようにスリーを操作しているわけではなく、適切なタイミングで適切な角度、適切な方向へとスリーを誘導する。エンペラーの読みをさらに読んでの攻撃の軌道を修正し命中させる。それができるのは彼女の頭脳の優秀さはもちろんのこと、誰よりもパートナーのスリーのことを理解しているからである。スリーがどの場面でどんな風に動き、どういう戦いをするのか、彼女は一番よく理解している。自然とスリーの戦い方にどう対処すべきかも知っている。なら、それの裏を書けばいいだけのこと。小娘が。エンペラーが初めて怒りをあらわにする。彼は前と同じ岩を飛ばす攻撃をナインにしようとしたが、今自分の立っている場所に飛ばせることがないものに気づく。スリーとナイン、どっちの意思によるかはわからないが、意図的にこの何もないところへ誘導されたことは間違いないだろう。さらなる怒りが込み上げ、ならば一層この手で直接殴り殺すか。そういう思い。エンペラーが重力を軽減し、高速でナインへと向かっていく。来るの待ってた。エンペラーの進行方向に突如空中に巨大な岩、おそらくアーツによるものが現れた。くだらん。同じ手が二度も通用するかとでも思っていたのか。しかし今回は奇襲ですらない。重力軽減の場に入った岩をエンペラーは杖でたやすく破壊した。そこで彼の運命が決まった。岩に隠れていたウサギのぬいぐるみがエンペラーの前に現れる。な。それはただのぬいぐるみではないことをエンペラーは知っている。だがすでに遅い。バーン。目の前でぬいぐるみが爆発した。襲い来る熱波と光に押され足が止まる。そして次の瞬間、バーン。背中の鎧がスリーの斬撃を受け爆発。終わりだ。鎧が砕け散り、そこからスリーの剣が突き刺され、エンペラーの胸を貫いた。はい。といったところでね、スリーとナインとの、戦い、とうとう終止符が打たれましたよ、と。ナインがね、やっぱり戦術を見極めて、スリーを導き、最後は、ナインとスリーによる連携でエンペラーにとどめを刺したといった形ですね。はい、次回はとうとう第10回になります。最終回になります。お楽しみに。 To be continued。